今回は、慶応義塾大学病院が AI の活用によって、今後目指していることについてお話しいたします。当院の AI ホスピタルプロジェクトは、近年急速に進歩してきた様々な ICT ・ AI 技術を病院内に実装統合し、実現可能な AI ホスピタルモデルを構築することです。 非常に多くの課題に取り組んできてみましたら、現在、以下の4つのことに分類できるのではないかというふうに思っております。1つは、セキュリティの高い医療情報データベースの構築。2つ目が、自動音声工術筆記によるコミュニケーション支援。3つ目が、ロボットによる医療従事者の負担軽減。4つ目が、患者情報の共有化です。一般的に AI というと、 ビッグデータを構築しその上で AI を作っていくということが考えられていると思います当院で非常に多くの課題に取り組んできましたところ現在病院における AI の実装というのはここに書いてあります四つに大きく分けることができるのではないかと思っておりますこの講座では一番のデータベース構築については触れておりませんが おそらく皆さんはこれによって AI を構築していくことが最もイメージしやすいものではないかと思います我々も実際この部分にはかなり多くの時間を割いておりますしかし実際には本講座で述べてきました2番3番4番の項目の方がより手っ取り早く実装でき成果を上げやすいものではないかと考えております 我々は、この4つの項目を推進していくことにより、現場の効率化を図りながら、良質な医療を提供していくことを目指しております。それでは続きまして、生育医療研究センター病院の事例紹介に移らせていただきます。